ちは、おかしな科学です。そして今日私たちは何百もの植えたゴキブリが世界で最も熱い胡椒を好きになるかどうか一緒に調べます。面白い？では始めましょう。この動画は有益な情報だけとして作られました。この動画は家で昆虫を飼育し餌やりの方法を紹介します。カロライナリーパーペッパーのことを聞いたことがない場合はそれをもっとよく知る時が来ました。私たちのチャンネルではすでに様々な種類の胡椒をゴキブリに提供しているが、その刺激性は低から中の範囲であるという問題を見つけることができます。前回のエピソードで最もホットだったのはチリペッパーで、そこからゴキブリは薄い肌しか残しませんでした。残りは貪欲に食べられました。チリペッパーの刺激性は平均して3万から10万スコビルの範囲です。カロライナリーパーの場合この数字ははるかに高く100から200万スコビルです。今までに味わった中で最もホットなチリペッパーを思い出してそのスパイシーさを20倍にします。100匹のゴキブリを観察した結果、暗記ベクターロボットをその上に置いて危機的な状況で人工知能がどのように反応するかを確認できるという考えに至りました。あなたもそれを見たいのならコメントに欲しいという言葉を書いてください。前回の約束通りキャロライナリーパーペッパーを手に入れることができました。これは当初考えられていたよりも難しいことが判明しました。この本当に非常に熱い胡椒がついに私たちの手に渡るまで私たちは約2ヶ月待たなければなりませんでした。率直に言ってキャロライナリーパーは外見上私たちの期待を騙しました。この品種の果物ははるかに大きいように見えましたが、実際にはイチゴのサイズです。この胡椒をバイパスして味わわない方が良いことを示唆しているようです。そうしないと非常に悪い場合があります。メインの実験に直接進む前に私たちはゴキブリに小さなイチゴを与えました。そこでゴキブリがどれほど空腹であるかをテストしたかったのです。昆虫の行動から判断すると実験は成功するはずです。ゴキブリはすぐにイチゴを見つけ、その後文字通りそれを襲った。地には多くのトルクメンのゴキブリ、例えば約100万人が人をよく食べることができるようにさえ思えます。ゴキブリの大食いは本当に印象的ですが、200万のスコビルのご馳走には十分ですか？比較のために様々なタイプのタバスコの重症度は3から1万5000スコビルの範囲です。このソースを試したことがあり、スパイシーに思えた場合はキャロライナリーパーを試してはいけません。カロライナリーパーの危険性はニューヨークでの世界的な大会で発生した一つの事件によって証明されています。30歳の男性がこの胡椒の実を食べ、数日後急性の頭痛で病院に行きました。医学では一過性の脳血管収縮症候群のようなものがあります。それは脳内の血管の急激な狭窄の結果として発生する突然の激しい頭痛を特徴とします。痛みは耐え難いものでした。動脈の狭窄を示した脳のコンピューター断層撮影の後でのみ患者の頭痛の原因を診断することが可能でした。彼は完全に回復したが、彼は数日間耐え難いほどの頭痛を抱えて生きなければならなかった。したがっていかなる状況でもキャロライナリーパーペッパーを試してはいけません。ではゴキブリはどうなるのでしょうか。カロライナリーパーの果実の半分が昆虫館に入るとすぐにトルクメンのゴキブリがすぐにそれに襲いかかりました。そしてそのような食欲でまるでゴキブリたちが世界で最も熱い胡椒ではなく別のイチゴを提供されたかのように、私たちはゴキブリを離れて食事を楽しみ約1時間後に戻ってきました。このマゴキブリはペッパーフルーツの半分の果肉をほぼ全て食べており、どれも気分が悪いようには見えません。約2から3時間で100匹のゴキブリがキャロライナリーパーペッパー全体を簡単に食べることができ、何も起こりません。ゴキブリの勝ちだと見えそうです。
新しい動画を見逃さないようにチャンネルに登録してベルをクリックしてください。皆さん、見てくれてありがとうございます。おかしな科学のチャンネルでお会いしましょう。